日本は休日、剣術、槍術、柔術と優れたる武術の国として全世界に知られております。ことに柔術にその源を発した柔道はスポーツとしてますます盛んになり、今や世界各国とも競って柔道を学びつつあります。さて、日本における空手の歴史は浅く、大正の末期、時の文部大臣が主催する体育展覧会が開催されるに及び、特に文部省の招きに応じ、当時沖縄県商部会会長をたりし船越義珍王が上京された時に始まります。由来育成層空手道のために英英として努力を続けてきた多くの人々が、今日の空手道を一躍全世界の注目を浴びるに至るまでに完成したのであります。すべての武道が健全なる肉体を縁がために邁進するごとく、我が空手もまたその優れたる技を磨き、その完成されていく技の上に立って高潔なる人格を求め気づかんとするものであります。運転に、はい、先生に、はい、で空手は人体の利用できうる全ての部分を最大限に活用し、自己を守ることを基礎として練習を行います。特に手と足は常に休むことなく鍛錬し、徒手空拳、よくその一突き一蹴りで不利の敵を制することができるのであります。突き、蹴り、受け、これが一貫して行われる空手道の定義であり、基礎技術であります。まず突きの技から見ることにいたしましょう。突きは空手道入門の始めから終わりまで終始行われる最も重要な技であり、厳しい鍛錬が要求されます。突きには直突き、上げ突き、回し突き、鍵突き、裏突き、山突き、もろ手突きなど、実に一つの拳がこのように多彩な技として利用されます。空手の突きはひねりながら突き出し、当たる瞬間全身の力を拳に集中して突く、力学的にして合理的なものであります。蹴りは突きとともに空手道における二大武器であります。蹴りには前蹴り、横蹴り、蹴込み、回し蹴り、飛び蹴りなどがあり、と同様変化の多い技であります。その練習も極めて困難なものであり、普段の努力が要求されます。拳や足の鍛錬には巻き藁という木の頭に藁を巻いたものや、サンドバッグ、パンチボールなどの道具によって手や足を鍛え、想像以上の威力を発揮できるようになります。空手に先手なしというごとく、空手はまず受けから始まります。受けは攻撃してくる者の体力、その方法、また自己の体勢などによっていろいろな変化をします。敵の攻撃力が強ければ強いほど、受け方以下によって敵は自分の力で自滅する場合もあります。蹴り、受けの3つの基本動作を巧みに織り交ぜたのが型です。
現在50種類以上もの型が工夫され編み出されておりますが、長いものと短いもの、そして重厚で雄大なもの、あるいは動きがツバメのように速いものとに大別されます。型は空手独特の攻防動作で、数人の敵に対応した場合威力を発揮します。これらの型は空手道に心血を注いだ人々の修練と経験とによって生み出されたものであります。これは平安二段という初心者向きの型で、初段より五段まであります。これは二十四歩という型で、砲弾射用の型です。型と並行して組手が行われます。組手は二人相対して型の中に含まれているいろいろな攻防の技を練習するものです。攻撃防御を事前に約束して行う基本組手があります。これは一本組手で、ある程度上達した人によって行われますが、突き蹴り受けの動作を中心として変化のある技が千変万化、巧みに織り交ぜられ使用されています。空手も基本より厳しい修行過程を経て上達してくると、いろいろな敵に対して臨機応変に処することができるようになります。その一例として短刀での場合、この他にもいろいろと実際の場合を考えて工夫された技は数多くあります。これはボクシングを相手にした場合ですが、スポーツ化されたボクシングと日本武道の感覚に培われた空手では根本的な相違があり、比較は困難ですが、技術上のことだけを取り上げて比べてみますと、ボクシングに軽妙なフットワークがあれば、空手には突き蹴りのコンビネーションがあり、ボクシングに速い動きがあるのに対し、空手には多くの手技と変化の多い足技が見られます。これを見ると空手は拳、足ともにスナップをよく効かせていることがわかります。これはご婦人の練習ぶりです。ご婦人の場合にも基本から出発していろいろな技術を習得しておかれると、思わぬところで大変役に立つことがあります。ご覧のようにご婦人の間にも大変盛んになってきました。家庭の奥さんも忙しい家事の傍ら、また職業を持っていらっしゃるご婦人方も女子学生の間にも、強いて強い力を必要とせず、それに全身運動にもなり筋性の取れた体にもなりますから、美容体操を兼ねて護身術用としても一石二鳥というわけでしょうか。今道場はご婦人方で大変にぎわっています。皆さんが空手を単に物を割ったり砕いたりするのが目的であるかのように考えられるのは間違いです。剣道の試し切りと同様のものであり、力
で割るのではなく力学上の法則を利用して割るのですから、さしたる力を必要としません。この空手の威力だけを誇る者は誠の空手道の真髄を極めた人とは言い難いのであります。不断の絶え間ぬ厳しい鍛錬の結果、精神も肉体も健全な成長を遂げる。これが空手道なのです。これは自由組手です。一本組手と同様に二人相対して行いますが、初心者の行う組手とは違い、何らの約束なしに行うもので、一見必殺の例え通り非常な危険が伴いますので、お互いに急所に触れることを厳禁しております。熟達者になりますと、その強い突きや蹴りは身体寸前でピタリと止めることができます。現在空手の完全試合化を目指して空手道に勤しむ人々がいろいろと工夫をしておりますので、近い将来柔道剣道に見られるような試合も可能となることでありましょう。空手は今や私たち国民の身近な運動として、また護身術としても最も適切なものであり、会社でも家庭でも農村でも学校でも体操代わり、あるいは精神の鍛錬を兼ねて広く行われるようになりました。それに空手を習う外人も最近では大変多くなりました。空手道に自己のすべてを託し、我が国の空手道を今日荒らしめた船越義珍王は、今なお90歳に近い高齢にもかかわらず、道場で空手道に励む人々を前に、その心境は。かつて沖縄では盗手と称され、一切外部への公開は許されず、秘技としてしか伝えられなかった盗手をなお発展させんがために上京されて以来、幾多の迫害困難にも負けず現在を築き上げ、ついには王の英断による色即是空の空を取り、盗手を空手道に改めるに至った。王の70有余年にわたる空手道への歴史は誠に尊いものでありましょう。まずその心を正せ、空手に先手なし、健全一致。このような王の座右銘は空手道に励む人々にその真髄を伝える名言として読まれ、また今後も永遠に続くことでありましょう。空手道人は鍛えに鍛えた空手を生涯実際に一度も用いざるを誇りとします。またその名言はそのまま私たちの日常生活にも結びつき、そして空手道の真髄が私たち家庭の生活に、あるいは社会全体に徹底するとき、私たちの生活はより豊かに、社会も明るくなることでありましょう。日本で完成された空手は海を渡って世界の隅々まで普及されていくことでありましょう。Thank you.
瀬道は日本が完成した数々の武道のうちでも特に優れたものの一つであります。幾多の尖閣者の血のにじむ努力で完成された今日の空手道とは、勝負を究極の目的としたものではなく、有形無形の試練を乗り越え、鍛錬を基礎として優れた人格を育成せんとするものであります。組織的に鍛錬された武器のような威力を持つ手足を力学的に使用し、護身に体育に、またスポーツとしても立派であることが認められ、今や諸外国でも盛んになりつつあります。手形は2人が一定の間隔を置いて位置し、防御攻撃をあらかじめ約束し、緩急の技で分かりやすく動作をします。特に初心者に技の運用を習得せしめるために行う特殊な型であります。今日盛んに行われている自由組手は、これら基本の組手から出発した熟達者が何らの約束も申し合わせもせず、自己の持つ技と力を最大限に発揮して真剣に行うものであります。空手道にも投げ技が時折行われます。取り組むのではなく、相手の突きや蹴りを巧みにさばき、体の流れに乗じ崩したり投げたりするものであります。したがって投げるのが目的ではなく、投げの前後に決めるのが目的であり、特徴でもあります。型は空手道の基本をなすもので、受け、引き、蹴りを最も合理的に構成した攻防の技の源であります。初心者が初めて行う型から高段者用に至るまで五十数種あります。老若男女を問わず、いついかなるところでも単独で練習できるのが型の特徴であり、理想とするところであります。またこれらの型を習得することによって、いろんな場合の護身に役立ちます。いどりは座っているとき不意に襲われた場合、とっさに行う技であります。座っていても自由自在に突いたり蹴ったりできるのも空手道の持つ大きな特徴の一つであります。椅子にかけているときの体勢は、重心を支えるものが自分の足でないため、最も反撃の困難な技でありますが、空手道によって鍛錬された手、足、体のよく調和された動作は、見事に敵の攻撃を外しながら、間髪を入れず急所に一撃を報いることができるのであります。歩いているとき、不意につかまれたり抱きつかれたり、または左右前後から数人の敵に襲われた場合、
死に臨み変に応じ、自分の体の動かしうるあらゆる部分を最も有効に使って死を巧みに脱するのであります。たとえピストルを持って威嚇してきた時でも、相手の距に乗じてこれを防ぐことも可能であります。相手がいろいろな武器を持って攻撃してきた場合も、体のさばきを中心に相手の力の流れる瞬間の虚を狙い反撃することができます。敵に鋭い武器があるならば、空手の熟達者には常日頃肉と肉を打ち、骨と骨とを打ち合わせて鍛えに鍛えた鉄腕鉄脚があります。空手道は心身の鍛錬を目的とするもので、攻撃を目標とするものでは決してありません。だがひとたび不時の敵に襲われやむを得ない場合、相手の攻撃を待って初めて発動するもので、極めて紳士的な護身術であります。長い年月の鍛錬によって得た高度の技を有する熟達者でも、絶えず黙々として鍛えに鍛え、ひたすら心身の修練に勤しみ、立派な空手道を身につけるために努力し続けます。